蒼井と申します。よろしくお願いいたします。今日は今俳優として。大人気の佐藤健くんの今を占っていきたいと思います。流浪に謙信とか恋は続くよ。どこまでもとか。色気もありますし。謎解きゲームもすごくできますんで、今すごい。 人気者ですよね今どんな状態かグランタブローで占っていきたいと思います。 出ました。佐藤健んの今の気持ちを占っていきたいと思います。ルノルマンのグランタブローっていうのは。三十六枚のすべてのカードを使って占っていきます。で、そのカードがどこにあるかで。判断していきます。今は佐藤健君はこの端の位置にいます。 で隣にクロスがありますね。クロスっていうのは一回終わりになるっていうことなので前の事務所から独立されましたね。で「子供、新しいスタート」で「とう」はまあ事務所として見ますので一回前の事務所を辞めましたで新しい事務所でスタートしました。で「きつね」もお仕事の成功を 言いますしっし、えー、この「キー」ですか「願いが叶いました」「事務所独立に願いが叶いました」でこちらが花、えー、とクローバーなので幸運とかやっぱり願いが叶うということで自分の気持ちが通りましたでその事務所もどんどんキーですので根付いていきます発展していきます。 鳥コミュニケーションを取れる方ですあのお友達も多い方だと思いますで業界でも人気者だと思いますで月ですね月はもあのモテます月とハートが隣同士にありますのでモテます でまあ、付き合いも広いですね。広いコロナ禍であの去年から今年にかけて自由に動けなかったっていうこともありますしまあ事務所との,その揉め事がちょっとあって山障害ネズミ スストレス日々もそうですし、えー、無知もあのやっぱりストレスがあっただから揉め事が事務所とあってこの独立に至ったのかなと思います。でここの女の人がちょっと気になるんですけど、えー、と過去なのか今なのか結婚したい と思ったけど事務所の怒りですから反対にちょっと会いまして結婚これ指は結婚ですねでできなかったとか別れたとか2つの道に分かれたということもありますし今そういう状態でちょっと反対に会ってるとも取れます。この、ね、橋のこのののねつ 2つ、3つ、4つ、ここが今この方にとって重要なところなんですよねだからそういうことで今揉めてるのかなっていうのはありますしごめんなさいファンの方にしたらちょっと不安要素を言ってしまいましたけどちょっとカードが示しているのですいません過去かもしれませんのでごめんなさい。 でお仕事面なんですが、まあ、この経営ですねこれはまあ映画とも撮れますので映画の本開いてますから公開で船成功しましまた今すごい大ヒット中の「ルローニシン最終章ですか興行収入1位とかってテレビで言ってたような気がします。 で熊と太陽ですからあのお仕事の成功太陽成功です熊もそうです。でまあ新天地を自分で開いていきたいと思っているこの2あの道ですけども、まあ、あるのに謙信が終わってまた違う方向でお仕事をしていきたいという星が希望ですからそういう考えを持ってらっしゃるのかなという。 並びですねで公開映画の公開によって収入アップでコウノトリなので、まあ、新天地まあ、事務所を新しくし,てしたけども不安がありましたが映画の公開によって不安要素コウノトリなくなってきます手紙。 ですからメールとかまあそういう知らせで映画,の映画の公開によってその不安要素がなくなっていきますコウノトリですから。でお友達関係犬親したし友人とかって犬ありますのでその方は、えー、という三浦翔平さんですかね。 他にもおおらられれまました。タカさんとかおられますし、で,ユリですので昔からの親しくされた方もおられますし、まあ、この方は他にもまあ,あの友人関係が広い方だと思いますのであのそういう方と、まあ、コロナ禍なのでねあまりこうあったりはできないでしょうけども安定い,いえ安定したお付き合いをしていかれているというのはあります。 まあ吉報が来てますからねだから事務所を移籍して、まあ、そういう安定した方向に全て向かっているということですねで「熊と太陽」ですからお仕事も大成功で事務所もまあ自分の思いが通りまして新しい事務所になしたいということで自分の思いも通っていますし ますますこの方はお仕事としの成功が約束されています。不安の方にちょっと不安要素のところをちょっとお話ししたのでごめんなさいね。これはカードが示していますのであのすいません。でもこの,この方はますますお仕事が発展していくと思います。 佐藤健さん、これからも、もっともっと、お仕事が発展していくように、あの、願っております。本日はリーディング。見ていただいて、ありがとうございました。